台駅は千葉県船橋市薬園台にある新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は SL21。駅前広場は第10回緑のデザイン省力化対象に選定されている。旧駅跡は関連会社が駐車場として使用していたが、後に老人ホームが建設された。江戸時代に徳川吉宗がこの地域に開園した下総薬園に由来する。駅名は薬園台だが、駅所在地は薬園台である。周囲の地名も薬園台であるが、駅の南東方向に薬園台町一丁目という地名もあり、園と園の両方の地名が混在している。一面二線の島式ホームを持つ橋上駅を有し、3階建ての薬園台駅ビルがある。2000年7月29日の駅移転までは、相対式2面2線の地上駅であった。メインエントランスの上部に薬園台の名前の由来となった薬草園をイメージしたステンドグラスが飾られている。トイレは3階のコンコース及び2階の駅ビル内に設置されており、いずれも多機能トイレを併設した男女別の水洗式である。自動改札機は南側に1箇所、出入り口は東口と西口の2箇所あり、エレベーターとエスカレーターが設置されている。2020年度の1日の平均乗降人員は 12,093 人であり、新京成線内では第11位である。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。駅東口側には国道296号が走り、西口側に駅前広場が整備されている。隣駅の習志野駅までは、約800メートルである。千葉県立薬園台高等学校船橋支教度、資料館広報資料、プレスリリースなど一次資料統計資料。ありがとうございます。